こんばんは、ウーマイです。はい、やっと沖縄もですね、長袖が着れるようになりました。はい、でも数日経つとまた27度ぐらいに戻るっていう話なんですけど、一応今日はそうですね、23度から20度っていう感じですかね。で、今が21度でね、結構肌寒いんですよね。はい、風も結構あったので、風が吹くとやっぱすごい寒いですね。ちょっと寒かったので、夜はちょっと野菜鍋、野菜いっぱいの鍋を、はい、食べました。あったかくてね、逆にちょっと暑かったですけど、鍋食べた後は Amazon プライムでよく動画を、まあ、見ながらご飯食べるんですけど、ゆるキャンっていう、はい、アニメ知らなかったんですけど、なんか候補ですごい出てくるんですよ。で、自分すごいアウトドア好きなので、キャンプも行くし、よく外にご飯作りに行ったりとかね、するんですけど、このチャンネル自体は前あんまり活用してなくて、全然 Vlog とかも上げてなかったんですけど、もう一個実はそっちがメインチャンネルで、アウトドアの動画を上げてるんですよ。で、一応週1回上げるようにはしてるんですけど、最近ちょっと上げれなくて、はい、ここ1ヶ月上げてないですね。もう久しぶりにそんな長い感じで上げてないんですけど、はい、それまでは毎週上げてはいたんですけどね、うん、また始めないといけないですね。来週か今週は、今週からまた再開しようと思ってるんですけど、アウトドア好きで、アウトドア用品とか見るのもすごい好きだし、このゆるキャンってやつ初めて見て、なんか女の子3人主人公みたいな、3、4人かな、いて、なんかその子たちがキャンプ同好会みたいなやつで、まあ、キャンプをしていくみたいなやつなんですけど、まだ最初の方の、話しか見てないので、これからどうなっていくのか分かんないですけど、なんかすごい外に出たくなりましたね。もうね、沖縄はそろそろハイキングができる季節なので、はい、キャンプもね、夏はちょっと暑すぎてできないです。やる人もいるんですけど、やって後悔することが多いっていうか、やったら結構夏ね、なんていうのかな、心地があんまり良くないんですよね。このキャンプの心地よさっていうよりは、暑くて大変とか虫問題とかね、はい、そういうのが結構あるので、キャンプは基本的に涼しくなった時にしか、やってないですけど、だから夏は、まあ、夕方ぐらいにちょっと外に出て、なんかちょっとご飯作ったりとか、そんな感じなんですけど、で、あとハイキングはハブがやっぱりちょっと怖いので、あんまり夏は行かないですね。涼しくなった頃に行くようにしてます。なんか冬眠はしないっていうのは聞いたんですけど、でもなんか動きがちょっと鈍くなるっていう、寒くなるとっていう話を聞いたので、はい、で、一応なんか秋って言ってももう11月12月ぐらいから登山をちょっと開始して、で、毎年ね、海外の山にも登りに行ってたんですよ。九州とかも行ってましたけど、よく台湾に行ってて、台湾結構ね、3000メートル級の山がいっぱいあるので、そういうところでね、登ったりしてたんですけど、なんかせっかくこの A7S3 とかね、買って、このフリップアウトスクリーンがあるカメラを持ってってね、なんかそういう撮影したいなとか思ってるんですけど、なかなかコロナでね、いけないっていうか、なんか最近また増えてるみたいで、こればっかりはちょっとコントロールがなかなかできないのでね、急にアウトドアの話になりましたけど、まあ、沖縄という感じです。はい、今日は朝から、まあ、昼ぐらいからちょっと編集作業、動画の編集作業をやってて、うちのルームメイトの久米さんがですね、まあ、自宅サロン、出張サロンっていうか、まあそんな感じでエステをちょっとやっていて、その広告動画をね、作ったんですけど、まあ、前1回か2回ぐらいそのサロンについてこの Vlog でもちょっと話したことはあるんですけど、結構前に撮ってはいたんですけど、それをね、編集なかなかできてなかったので、はい、それを編集して終わらせました。運動とリンパマッサージをね、セットにしたような感じの、新しいエステの形みたいなのをちょっとやってて、リンパを流してから運動するとなんか効率がすごいいいみたいで、デトックス効果もあるし、痩せやすいとか、ダイエット目的の人とかはね、あったりとか、
するみたいなので、なんかそういうものをやってるみたいです。最近よくあのマイクの話をよくしてるんですけど、まあ、最近マイク買ったのでね、昨日もそのマイクで、お散歩をしたりとかして、それを聞いてみて、やっぱ音いいなっていう満足な買い物なんですけど、で最近ちょっと考えたのがレンズ欲しいなってすごい思ってて、まあ、あの近々買うとかそういうの分かんないですけど、一応単焦点だったら35ミリとか40ミリあたりのか24ミリですかね。なんかその辺でちょっと迷ってて、昨日の Vlog であげたあの茶壇っていう、沖縄の茶壇っていうエリアがあって、そこに行ってあのもうクリスマスの飾り付けをすごいしてたので、ちょっとお散歩がてらそこ行って、あの自分が持ってるこの G マスターレンズの 16-35 2.8、これを持って行ったんですよ。で、あの 24mm35mm どっちもちょっと試そうと思って、あの 24mm だけでしばらく撮影してたりとか、35mm だけで撮影してたりとかしたんですけど、どっちも あれなんですけどね、使い勝手っていうのは、まあ、それぞれにあるので、あれなんですけど、 Vlog どっかに行って撮影を、この旅行とかね、旅行とかちょっとあの景色を入れたりとか、まあ、周りの様子を入れるんだったらやっぱり 24mm って感じでしたかね。 35mm でも撮ってたんですけど、後ろに何歩かこう下がってやらないと、まあ、入らないところとか結構あったので、どっちも使い方ですよね。何に使いたいのかっていう確実に使いやすいのは 24mm で、でレンズもあの24mm1.4 のね G マスターレンズソニーのを一応考えてはいるんですよ。24買うんだったら。で 35mm だったらあのまだ新しめの発売されたやつの、あのソニーの 35-1.8 っていうレンズで考えてたんですけど、でもう一個はあのバティスの、ザイスなんですけど、これの 40mm のやつですよね。なんかハーフマクロみたいな。もう次買うとしたらね、なんかこの3つかなとか考えたりして、でもあのあれもすごい気になるんですよね。北斗レンダーのアポランタ 65mmF2、これもすごい気になってますね。でもあのやっぱり必要だなと思う、寄れるレンズがいいですね。はい、寄ってちょっとあの旅とかにも持っていけるレンズがいいので、まあ、そしたらね寄れるレンズがやっぱり便利ですよね。まあ、ハーフマクロとかね、マクロ機能がついてるのとかもすごい魅力的ですね、その点に、はい、おいては。ただね、結構 Vlog って考えたらこの 16-35mm すごい満足してて、特に不満はないんですよ。で Vlog 用に買うわけでもないので、って考えたらってなりますよね。まあ、24mm1.4 はすごいいいレンズなので、あの晴天写真とかね、もう結構オールマイティーにいける感じで、で 35mm すごいいいなと思うんですよ。オートフォーカスも早くて、もう最近ちょっとあの YouTube でいろいろ動画見てるんですけど、気になるのがあのフリンジですよね。紫とか緑とかのね、このもののコントラストが強い時の強いところのエッジに出るあのね色周差がすごい気になりますね。なんかレビューを見るたびに結構言われるんですよね、そこ。でそれがちょっと気になって、写真だったら全然直せるんですけど、動画でも使うので、動画であれ出て修正がなーと思ってね。はい、まあすごい悩みどころ。はい、レンズ悩むの楽しいですよね。はい、すごい楽しい。単焦点ってまたなんかテンションが上がるレンズだなっていう。うん、もうズームレンズはね、結構満足してて、あの、16-35で、G マスターレンズと、あと1個あの28、75タムロンも持ってて、まあ、このレンジがねもう抑えられたら、自分はそんなには、 それ以上の望遠もそれ以下の広角もいらないかな、必要はないかなって思ってるので、あとは多分これから単焦点とかね買うんだったら買うんですけど、あと最近、ダンス動画の撮影をちょっとして、ちょっとなんかプロモーションビデオみたいな感じで撮ってあるんですけど、なんかその動画でもね、やっぱ35ミリぐらいの2人だったんですよ、ダンサーが。で35ミリぐらいとかあればいいなと思って、単焦点その辺がね、なんかすごいあったらよかったなっていう感じだったので、
はい、まあ、という感じでちょっとレンズ悩んでますっていう話をちょっとしてみましたけど、もしねカメラ興味ある人がどれぐらい自分のこの動画を見てくれてるかわかんないんですけど、なんかおすすめのレンズがあったりとか、シグマのねレンズとか考えてないんです。重くて、はい、やっぱ軽いレンズが欲しいなと思ってるので 35mm1.8 これ一番興味あるんですよね。動画でフリンジどれぐらい乗るのかなっていうのもすごい気になってて、これなんか知ってる人いたら教えてほしいですね。まあ24mm1.4 G マスターはいいのはもう分かってるので、はい、これはもう 35mm がダメだった時、あとはこのバティスの 40mm のピントをねこう近くに合わせようとすると 2.8 ぐらいまで F 値が勝手に上がるとかね、そういうのも一番 35.8 がね良ければいいんですけどねっていう、今日はランダムなお話になりました。今日なんか久しぶりのお話動画になってますけど、ということで、はい、レンズ悩みます、はい、でもしおすすめレンズだったりしたらね教えていただければ幸いです、はい、ということで、動画よかったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、はい、で皆さんまた明日。